で逆にその YouTube でそのなんかそのなんだ YouTube ショートでチャンネル登録者数をじゃあ逆に減らすためにはどうしたらいいのかみたいなことを考えたとするじゃん、仮に。そんなこと意味あるのかと。っていうと、まあ、結果的にその減らすためにはいろいろできることはあるよねっていうことがやっぱりあるから。でも結局その減らすっていうのが、なんだろう。まあ、結局その必要のないチャンネル登録者数を集めてる可能性があったとしたら、それらがいらなくて、なんか逆に伸びてないっていう可能性も否めないじゃん。でだから逆に言えば、そのめちゃめちゃやっぱり、そのなんだろうな、有能な人間がシェアすれば、まあ、一気に多分増えるじゃん、どう考えたって。だからその方がいいんじゃないお話だよね。だからコンテンツというよりは、まあ、コミュニケーションで、まあ、基本的に、まあ、チャンネル登録者数を増やした方が楽じゃねっていう、それは要するに広告っていう多分意味なんじゃないかな。でやっぱり芸能人をやっぱり広告に出してで、まあなんかお金稼いでいくっていうか、人を増やしていくっていう感じでしょ、結果的に言えば。それを多分やんなきゃいけなくて、だったらむしろ、まあ、自分がそうなっちゃえばいいんじゃないっていうようなお話でしょ。そうなればだってお金払わなくて済むし、ってことが、まあ、基本的には言えるかなと。で、傘を置いてきたんだけど、これがまあなんだ、なんていうかあれだ、暑いから一回持ったんだよね。で、重いから置いてきたんだけど、なんか今度雨降るのかなっていうような感じが若干見受けてるんだけど、これ。で、まあそういうことはとりあえずどうでもよくて、お金を稼げば良くないっていうお話じゃん。だからお金を稼ぐ方法を多分考えなきゃいけないんだけど、なんでその方法を考えることができないかっていうと、なんでだろうね。お金になることをやらなきゃいけないっていうような話なのかな。例えばそうですね、そのお金を稼ぐことを考えないといけない。で、お金を稼ぐことを例えば考えた時には、お金を稼ぐことをやらなきゃいけなくなる。で、そのお金を稼ぐことの中には、自分ができないこととか、やりたくないこととか、これやったらこれができなくなってしまうとかっていうことが多分含まれてるの。で、その時に、まあ、長期的に見てその地域の NPO 活動っていうのが、これが必要、治安の面からしてもね。で、そう考えていくと、地域の NPO 活動を阻害する営利の活動はできないと。いうことになってくるから、地域の NPO 活動の中からむしろ営利を抽出してそれでお金を稼ぐっていう方が今現状では妥当なんだよ。で、今それでチャンネル登録者数を増やしているっていうような状況だから、まあそういうお話になってくるんだろう。だからこの事実をおそらく公開していくっていうようなお話だと。それでまたなんか動画に撮ってみたいな感じでやってった方がいいのかなっていう感じはないんだけど。で、
だから結局何なんだっていうような話になるかな。で、それが意外とやっぱり難しいというか、難しいから基本的になんていうかっていうようなお話だと思う。で、本当にこれが難しいのかと。っていうところから意外とスタートしてやっていかなければならないんじゃないかなと。意外とそれ簡単なんじゃないっていう、その簡単であると思い込ませている、その簡単っていう結論に向かって考えてみるっていうことと、難しいっていうふうに思ってて、それが簡単になるのって結構時間かかるんじゃないかっていう、要するに簡単にならないかなっていう願望がそこにあったとして、一応そこに向かって進むじゃん。で、仮にそれがちょっと簡単になったとするじゃん。で、例えば、これはいろんな事例を多分出していかないといけないんだけど、まあ、落書きの調査とか、ステカンとか、あと隣の問題とか、やっぱりいろいろなんか人口収集して、整理整頓していくと、まあ、簡単にはなってきてるよねと。で、そうなってくると、やっぱり、線形の整理っていうのがやっぱり大事になってくるよね。それがやっぱりやんなきゃいけなくて、じゃ例えばじゃあ、見る方が多分一番件数が少ないとしてこないので、見る方は入れないか、見る方って何件件を解決したかっていうと、東京都で1件、あと公園で1件、産業形態で1件、で今確認してるのは計3件、あとは要するに展望台のところとかあるけど、まだちょっと確認してないっていうことと、いやそこまで行くと大変だから。で次に、昭島で考えた時に、ガードレールの落書きがあれ何件だ、あれ4件3件2件2件以上あったような気がする。それと近くの反射鏡のボルトが1件でしょ。であとは役所の近くの一番表示が1件で、大きく分けると今ここの3件と、あとこっちの立川方面に行けばガードレールの落書きが1件、配電盤が1件、針金1件で、もう1個の配電盤が1件、ここで4件。で、まあ、どっか忘れてなければ全体で7件まだ変電だ、7件で、落書きが何分かつかすると、まあ、10件ぐらいなのか。そう考えると意外と少ないよ、もっとやってるような気がしたけど、とかどうしてないかな、意外と少ないのか。統計取ってみると意外と成果が出てないってことに気がつく可能性もある。まだ10件ぐらいかな。で、あとはまあ結局東山とが、遠いところのステッカーが合わない、公園の近くの、ステッカーがクリーパスタのもっと端っこが1件で、であとはガードレールが空気が何件かあるよね。そうだね、反射鏡のネジは1件あって、
1、2件で、で、東京都の都道の落書きが、浜田線とかが1件で、そこから先行って、啓発看板の落書き1件、2件で、都道の看板のステッカーが1件で、舗装のブロックが1件で、結構前になるけど、啓発看板の落書きが1件何件かで、あとガードレールのところの空気が1件、ステッカー1件、パイロット1件、電電板1件、ガードパイプ1件、でまたガードパイプ1件、ガードパイプのところの設備が1件、で、あとあれか、土島さんとか結構前だもんね、それは。で、コーンの破片、破損、1件、それか、和光の案件、この案件も1件、なんかこの捨て感、1件あったかな、いや、と、1件、あとは、要するに、東洋華堂の、まあ、近くのところの捨て感、1件、ちょい近くが1件、で、啓発が再発してて、あれが1件、で、あの近くに、落書きガードレールがあって1件、